こんにちは、豊さん、はい、今回日本シリーズを見ていて、たくさんの目につく選手、活躍する選手がいたと思うんですけれども。いたね。まあ試合後にね、はい、MVP と優秀選手が発表になったけど、まず優秀選手がムーア、柳田、中村と。で MVP が鳥原と、で巨人の方から優秀選手が戸郷と、いうことだったんだけども、その発表になった時にさ、もう俺と思ったんだよね。っていうのはムーアは確かに7回ノーヒットノーラン、これ素晴らしいピッチングだったよ。だけど俺はピッチャーから選ぶんだったら俺はやっぱり千賀じゃないかなと思うんだよね。これなぜかというとさ、相手の絶対的なエースと投げ合って、やっぱ負けなかったというか勝ったということだよね。だって千賀のピッチングがあったから、ムーアまでずっとつながってきてるわけだから、俺はこのシリーズの流れからすると確かにね、ムーアに文句ないよ、全くない、ノーヒットノーランやってるわけだから、それはヒット1本も許さなかったわけだから、ジャイアンツ戦にね、ジャイアンツ打線に。だけど俺は菅野と投げ合った俺は千賀がすごかったし。その1戦目でやっぱりインサイドという意識づけができたっていうことがやっぱり巨人打線を狂わしたと思ってたから、だから俺はピッチャーから選ぶんだったら千賀じゃないかなっていう。で柳田に文句はない、全く、で先制打も打つし逆転打も打つし、これはもう大活躍だよね。中村、もうポイントになるところは全部中村がなんか絡んでたというね、そういう活躍もしたし、何の文句もない、でも一つ文句があるとすれば、なんで甲斐が入ってないんだってだって打つだけじゃない、打つだけで、まあ、守備の機会っていうのが少なかったよ、やっぱり。巨人打線が、沈んでたから、ダイビングキャッチしてこの窮地を救ったってみたいなプレーはもう一切なかったんだ、だからバッティングということだけだったでしょ。でも甲斐は本当に止めるから低めに来いとかさ、ボールが先行したなと思ったらタイム取ってマウンド行って心を落ち着かせて投げさせるとかさ、で打つ方だって2本のホームラン、この2本とも効いてるからね相手に、だからそういう意味では俺はピッチャーの力っていうのは目立ったけども、その力を発揮させたムーアもノーヒットに抑えられたっていうのは俺はね、甲斐の力っていうのはものすごいでかかったと思うんだよね。だからなんで甲斐が入ってないんだって文句言いたいぐらいなんだけど本当に。いや、やっぱりね、短期決戦を勝てるというのは、やっぱいいキャッチャーがいる。で大城も3試合先発でマスクかぶったけど、俺すごいいい勉強したと思うよ、まだやっぱりねキャリア不足だったっていうところは否めない、否めないけどやっぱりいい勉強したと思う、やっぱ甲斐はね修羅場をくぐってきてる、ここまでなってるわ。だからシーズン中でもさ、甲斐のリードちょっと悪いなって思った瞬間もあったわけ、なんか安全に外ばっかり行ってんなって、でもねこういう短期決戦ではねやっぱガラッと変えたね、だからそういうところとかさ、やっぱこう1年間のスパンで見てるとさ、やっぱ甲斐の成長と甲斐の頭脳、洞察力やっぱすごいと思った、だから俺は甲斐が絶対その3人の中に MVP じゃなくても入ってくると思ったんだよ。だからなんか悔しくてさこの動画を撮ってるんだけどで MVP は栗原ね、栗原はすごく価値があるよね。だから何の文句もないよ、やっぱり菅野からホームラン、先制ホームランを打ちツーランをね、次の打席もヒットを打ち引っ張ってヒットを打ち、もう3打席目もうインサイドに投げれないっていうところで外を捉えてまた2点タイムリーという。だからもうこれはもう素晴らしい活躍をしたよね、12戦だけどその後がちょっと尻つぼみだったんだよね。だから俺は MVP は甲斐でもいいんじゃないかっていうね。でも栗原もよく頑張ったよ、でねソフトバンクのさ今宮が、ショートのねレギュラーが出れない、で電話したんだって栗原が、そしたら今宮がいいか、全国に栗原っていう名前を覚えてもらう絶好のチャンスじゃないか、はい、だからお前頑張ってこいよって、はい、それで「よーし」って、それまでなんか怖かったらしいんだよね。やっぱクライマックスシリーズもヒットが出てなかったし、で今宮のそういう言葉があったらしい。もう全国にね、栗原という名前を覚えてもらえと、だから活躍してこい、思い切ってやってこいってって言って、こういう結果になったって。すごくなんか吹っ切れるものがあったんですかね。そうそうそう、はい、だからよしやってやろうっていうなんか勇気をもらえたような。だからソフトバンクってなんかいい先輩もいるし、はい、やっぱそうやって若手をこう育ててくれる先輩がいるというかさ、そういう伝統がもうなんかこうつながってるような感じがするよね。だからすごいいい話だなと思って、まあ皆さんも知っておいてほしいなと思ってね、動画を撮ったけども、あとは戸郷、はい、巨人ではね、はい、戸郷も良かったね。はい、およその予想が先発でね、行くと思ったんだけど、はい、第2先発ということでね、はい、登板の数も増えて、まあ賞も取れて。まあこれが来季の自信になればいいよね、はい、ただ俺はウィラーかなと思ったんだけどさなんかあ、戸郷なんだと思って、はい、まあ戸郷も最後なんかこうなんていうのかな、こう雰囲気になれたの、はい、4試合目で、だからすごく4試合目は負けてるとはいえね、はい、ナイスピッチングだったよね。でも印象残るシーンがたくさんあったね。はい、なんかその分もう活躍する選手もたくさんいたので、なんかいる表彰する選手を決めるのも多分いや大変だった。候補はあったよねと思います、ね。まあグラシアルのさ、はい、戸郷から打ったあのスライダーをね、はい、もうスライダー1本で待ってたと思うんだけど、弾丸ライナーで。左中間に打ったホームランだとか、はい、まあもうあったしね、はい、でデスパイネ選手も1試合に6打点っていうね、はい、これも記録に並んだわけでしょ、はい、まあ石川も良かったし、はい、モイネロ、あモイネロもそうだよなモイネロも何も取れないんだもんね完璧に抑えたけどね、本当にこう誰が選ばれてもおかしくないような活躍をした選手がたくさんいらっしゃいましたね。まあそうじゃないと4立てスイープはないよね。そうですね。まあまあでもこういうところで巨人の選手がね表彰されるように頑張らないと日本シリーズは覇権を取れないしね。まあ本当に頑張ってほしいと思うし、はい、ソフトバンクの選手ってさ、はい、体が小さくても、なんか体の厚みを感じるんだよね、はい、で巨人の選手若手が特にそうなんだけどちょっと薄っぺらいんだよね体が、だからそこら辺の鍛え方っていうのが、やっぱりソフトバンクと巨人では、まあ、パ・リーグの選手が特に大きいんだけどね、厚みもあって。だからパワー負けしないというかさ、そういう体をやっぱ作り上げてるというかさ、ソフトバンクの選手はでかいなっていう、まあそういう印象あったよね。まあ巨人の選手もでかい人はでかいけど、はい、ちょっと薄っぺらいかなっていう。まあもう一つ川村さんってさ、今年亡くなられたんだけどさ、はい、工藤監督が就任時にね、はい、で監督の役目って豊さんって。話をしてくれたことがあって、はい、怪我をしない体を作ること、それが一番なんですと。じゃないと選手が故障してくると、やっぱ戦力ダウンになるし戦えなくなってくると、だから1シーズン持つ体を作りたいということでやっぱ川村さんとやったと思うんだよね、でその方が今年亡くなられて、はい、まあベンチにね、はい、ユニフォームを飾ってたんだけども。はい、みんなそういう人たちにやっぱ感謝してるよね、選手たちは、ただまあ今宮とか、はい、そういう故障者はまあ金属疲労で故障する時もあるけども、でも出てくる選手がさやっぱ強いよね、例えば抑えの森でもさ、はい、何年続けて抑えやってて何十試合50試合以上何年続けてるかっていう、そういうこうタフな体を作り上げてる、はい、まあそれが強さにつながってるけども、甲斐でもそうだよね、体が小さいけど厚みがあるというかさ、あれだけバットが触れるというかさ、ね、だからまあピックアップ選手というか、ね、表彰選手を取り上げていったけども、はい、まあちょっと最後の話は余談かもわからないけどもね、貝が取れなかったっていうのがなんか俺はねちょっと寂しいんだよね。なんか貝がかわいそうな感じがする。でも俺の中ではずっと4試合しっかり見て、俺は貝は素敵だったなって思うね。いいキャッチャーだわ、ね、日本一のキャッチャーになったというふうに思います、ね、改めておめでとう。